ホークス対ライオンズの16回戦、3回の表ライオンズの攻撃、ノーアウト2塁からボカチカ送りバント、国母が掴んで一塁ベースカバーに入った本田とボカチカが交錯、ボールが転がる間にランナー銀次郎がホームイン、ライオンズが1点を先制。そしてこのプレーで本田は負傷交代になります。対する4回の裏ホークスの攻撃、ワンアウト1塁という場面で国母空振り三振、田村空振り三振、チャンスを生かせません。7回の裏、この回先頭の国母、好投を続ける涌井のボールを捉えた打球はレフトスタンドへ、15号ソロホームラン、ホークス同点に追いつきます。9回の表ライオンズはワンアウト1塁3塁のチャンス、代打後藤空振り三振、銀次郎空振り三振、ファルケンボーグピンチをしのぎます。9回の裏ホークスワンアウト2塁3塁、ワンツーからの4球目スクイズ失敗、ツーアウト三塁となります。小西は空振り三振、涌井が踏ん張りました。試合は延長戦へ、延長10回裏ツーアウト二塁三塁、打席には明石、明石は空振り三振、またしてもさよならならず、お互い譲らなかった今日のゲーム、延長12回1対1で引き分けました。